everyone, my name is Skeeter Sabaratan, Sengoku Musou 5, so, Samurai Musou 5 demo, Genji ni baru demo, dan demonya bahasa Cina. Cina. に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱は瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込み、歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんとこぞって上洛を目論んでいた。野望をひしめく戦国の世を生き残り新たな時代を切り開く者は果たして。すごくかっこいいね。Ini pertama kayaknya. Mode apaan? Oh, ini kayaknya di Vipopi. Kita biarin. Udah apa ada aja. Bahasa Cina dong. Nah, Nobunaga-sama. Hontou ni anno ka? Nobunaga ni.来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では乱世に飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞー。天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が
三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく五艘の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、夜明け前、今川急襲。俺のやり方見せてやろう。俺は信長一人、これを言えば一人ライブだ。俺の信長スーパーにバサーリエ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 。今川の人質を分断ぞ。かかれかかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。守りたい。またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返すぜ。人質の退路を断て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、ここから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。俺がプレーボール。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなった。やった。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。私はここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵無理はするな。
来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。いや待てろ待てろ、あるある、この俺を止めようとて無駄よ。様の前に敵はいねえな。されているか、直ちに援護するぞ。レベルアップ。敵将打ち取ったぞ。ここで死んでは宙を尽くせぬ。やはり兄上はお強い。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。あまいえまな、やっべえ。撃ち取ったぞ。聞かせていただこう。わしと手合わせをしようか。あたしの獲物発見ね。目障りだ。出ろ。壊してくれ。待て。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。俺をうつけと侮ったか。こりゃお見事ですな。止めようとて無駄よ。おい、
nih ngapain Nona? Aduh. Nona bantai kan sama saya. Au, 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 sakit Nona. Kena, kena, Nona. グレーの連中ね、覚えてなさい。開門。なんかトラルバルバル。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。ね、決めな。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけめ、邪魔はさせぬぞ。俺をうつけとは侮ったか。信長様の前に敵はいねえな。人質を差し出し、今川の手駒になり下がるなど、俺ならばごめんだがな。耐えきれん、引かせてもらう。ワンショーレネクラッツ。とて無駄よ。であれモノノフの端くれ、やすやすと捕まるものか。いけるか。魔王するな。壊してくれる。おお、俺つきよ。一、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。何のためにこんな無謀な戦を。マタザ、お前のような者がそばにいるから兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい弟が助けてくれるからだろう。我活下万歳魔鬼。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。
めようとて無駄よ。リポンチョマンムナガンジャイ、私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。ブワー、ビクトリー。わ、ラグニャーマスバンガットジャスタリー。 Anyway, jika kalian suka dengan video gua, kalian komen di bawah ya. Gua akan lanjutkan di full gamenya aja, oke? Ini bukan first impression. So, anyway, thank you for watching and we'll see you in the next video. Bye-bye.家康、危険。